赤いほっぺは治りかけのサイン？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。弟の宗志くんのことが可愛くてたまらないという優しいお兄ちゃん、圭志くんです。今回パパとママからこんな質問が。リンゴ病について詳しく教えてください。お答えするのは新道小児科医院院長の新道静雄先生です。子どもに多く見られるウイルス性感染症で、正式には伝染性紅斑と言います。両頬がリンゴのように赤くなる症状から一般的にリンゴ病と呼ばれています。症状は初めは頬が赤くなり、手足に紅斑というレース模様のような発疹が出て体中に広がることもあります。1週間くらいで赤みは一度消え、紅斑が出たり消えたりする症状はその後 3,4 週間ほど続きます。紅斑が出てきた時には感染力はほとんどないので、元気であれば保育園や学校などを休ませる必要はありません。感染に気づかないということもありますか？はい、リンゴ病は発疹が出る前が感染力が最も強いです。紅斑が出る10日前くらいから風邪のような症状が出ます。しかし紅斑が出てからでしか診断ができません。気づかないうちに感染を広げないよう、保育園や学校などでリンゴ病の流行が見られる場合には手洗いや咳エチケットを心がけましょう。特に注意が必要なのは妊婦さんです。重症化するとお腹の赤ちゃんに深刻な影響が出る恐れもあります。お母さんが妊娠中に子どもがリンゴ病と診断された場合にはすぐに医師に相談しましょう。日頃から子どもの様子をよく見て変化に気をつけるようにします。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DMC ハグハグからご応募ください。